ボーイング737ボーイング737マックスボーイング737マックスボーイング737マックス飛行展示中のボーイング737マックスボーイング737マックスはアメリカ合衆国の航空機メーカーボーイング社が製造しているボーイング737の第四世代の小型ジェット旅客機であるライオンエア610便墜落事故と エチオピア航空302便墜落事故に伴う全世界的飛行停止処分の影響により2020年1月をもって生産一時停止、同年5月27日にボーイングは米連邦航空局による年内運航再開を見越して生産を再開した。同年11月、米連邦航空局はボーイング 737MAX の運航停止措置を解除した。 それにより、同年12月29日、アメリカン航空はボーイング 737MAX の旅客運航を再開した。ロールアウトしたボーイング 737MAX 現行のボーイング 737NG を置き換える目的で 737NG をベースに開発した旅客機である。737NG で搭載されている CFM56 エンジンを 燃費の良いリープ -1B エンジンに換装するほか、機体のデザインにも手を加える。飛行試験機の初号機は、2015年12月8日にロールアウトし、2016年1月29日に初飛行した。初号機の納入は2017年5月である。737から100の初飛行から実に49年を経ての登場となる。ボーイング社内では、 かねて787ドリームライナーの次に着手する旅客機として737の後継となる白紙設計の単通路機を開発する計画があった。2006年に持ち上がったイエローストーン計画ではボーイングワ1と呼ばれていた。ただし開発時期は未定とされ最終決定は2011年に持ち越された。2010年12月ライバルのエアバス社が A320 の機体により、燃費の良い新エンジンを搭載した A320、ネオをローンチした。各航空会社からは、高評価で迎えられ、特に、エアアジア、インジゴから大量の受注があった。A320 ネオの好調な滑り出しを受け、2011年8月30日、ボーイング取締役会では対抗馬としてボーイング 737MAX 計画の立ち上げを決議した。 タイエアバス A320 従来型で16%、同 A320 ネオに対しては4%の燃費向上を狙う。航続距離は A320 ネオと同等か、それを上回る計画。初号機は2017年の予定。ラインアップは 737NG シリーズでも人気の高いマイナス700、マイナス800。 マイナス900系をリプレイスする 737Max7、Max8、Max9、及び機体長をさらに延長した Max10 の4形式を予定している。機体長とドアの配置は現行の 737NG シリーズと揃える。当初、アメリカン航空以外の発注会社は公表されていなかったが、2011年11月17日、 現在、ライオンエア及びエビエーションキャピトルグループからも受注中であることが公表され、発表時にはすでに航空会社9社から計700機の受注があった。2011年12月13日には、サウスウェスト航空からの大量発注を受け、737MAX を生産ラインに乗せることが明らかになった。サウスウェスト航空は150機を発注しているほか、 オプション契約でさらに150機の注文がある。2011年12月現在13社から948機の発注がある。ノルウェーやシャトル社は 737MAX を100機、737から800型を22機、A320 ネオを100機発注している。737MAX シリーズとしては初のヨーロッパ系航空会社からの受注となる。 日本の航空会社では、2013年にスカイマークが2018年以降に737から800の後継機として737、MAX を導入する方針を明らかにしていた。その後は、同社の経営破綻もあり、具体的な動きは見られなかったが、2018年4月に、現在の737から800よりも、座席数の多い200席クラスの機体も検討を、 していることを明らかにした。737MAX と A320NEO のどちらかで検討を進めている。また、日本航空の子会社である日本トランスオーシャン航空が737から400の後継機として737から800を2016年から導入しているが、 JT とボーイングとの契約にはボーイング737から800からボーイング 737MAX8 に調達機材を一部変更することが可能な条項が含まれていた。調達機材の変更が可能だったのは導入予定の12機の内後半の6機が対象となっていたが、2019年3月までに12機全てがボーイング737から800で引き渡された。 一方で、全日本空輸は、次期主力小型機種として、エアバス車製 A321 ネオや A320 ネオを相当数発注しているが、三菱スプスジェット引き渡しの遅れの影響もあり、A320 ネオ、A321 ネオの導入途上においても737から800の追加発注及びリース導入が進められていた。さらに2020年1月からは、 全日空のグループ会社であったバニーライアーが運航していた A320CEO を3期全日空に移管している。2019年1月に全日空の持ち株会社である ANA ホールディングスは取締役会で 737MAX の導入を決定したがエチオピア航空302便墜落事故の影響で同年春にノットとボーイング社との間で 締結予定であった契約型な上げになっている。同年12月のノッドの会見では 737MAX について、ほとんど発注に近いという見解を示している。737MAX における、ボーイングの新しいウィングレット、スプリットシミタールウィングレット 737MAX シリーズの翼端ウィングレットについては、複合型ウィングレット、ウィングティップフェンス、 レイクド・ウィングレットの3種類を合わせた形のものを採用し、すでに発表した10から12%の燃料消費率の向上にさらに1.5%の燃費向上を上乗せする計画。ウィングレットは構造上空港の誘導路などで損傷する危険性が高いため、ボーイングでは損傷した場合でも無事飛行できるようにする。2011年中は、 CFM インターナショナル社のジェットエンジンリープ -1B のファン直径の選定に追われた。検討の対象となったのは66.1インと68.1インの2案で、どちらを採用するにせよ地面とエンジンのクリアランスを16.9イン以上確保するため降着装置を延長する必要がある。同社 CEO のジムオルボーによると、ファン直径が大きいほど燃費は良くなるが、空気抵抗や、 重量も増すため、機体を設計し直す必要があるという。どちらの候補とも現行の 737NG シリーズで、採用の CFM56 から7バイトファン十61.8イ、e、ンより長くなっている。また騒音を抑えるためエンジンナセルの公園には、波型の切り込みを採用している。この方式は、すでに787や747から8で、実証済みである。 ディープマイナス -1B エンジンは、ディープシリーズの標準モデルディープ X エンジンや A320 ネオで選択できる、プラットホイット2社のエンジン PW1100G と比較して、小型のため、バイパス比は小さく、燃料消費率も悪くなるが、小型な分軽量で、空気抵抗も抑えられる。六点一インファンの場合、現行の三十七 n g シリーズに、 搭載の CFM56 から7バイトエンジン比で10から12%燃料消費率を向上できるという。業界筋によると、機体後部や自然な送流を生み出す、外付けパーツの設計、複合型送流垂直尾翼といった新機軸を検討中とのことである。エンジンのファン系については68.1位を採用することが2011年11月に発表された。 737NG シリーズよりもエンジンが大きくなった分、前輪の高さを8インカさ上げして、地面とエンジンとのクリアランスを保つ。機体設計の最終案は2013年までに仕上がる予定。2012年5月17日、さらにファン系を大きくし69.4インとすることが発表された。ファンを大きくした分コアを小型化する予定。こういった 微調整が2013年中盤の最終設計発表まで続けられる。フライバイワイヤーの採用も拡大する予定だが、オレボーによると変更は限定的であるとのことで、スポイラーにのみフライバイワイヤーを取り入れている。相次ぐ 737MAX の墜落事故にはこのシステムの不具合が関連していると考えられている。エチオピア航空の 737MAX 型機能 墜落事故に先立って、複数のパイロットから FAA に、エンカス特有の機種下げによって、操縦不能に陥るという問題が報告されていた。ライオンエア610便墜落事故と、エチオピア航空302便墜落事故で墜落した 737MAX は、墜落寸前、両機とも、水平安定版が機種下げ方向いっぱいに切られた状態であった。ボーイングは、 機体の安全性について問題はないとしていたが、2019年4月までにソフトウェアの改修を行うとしている。4月4日に、ボーイングは2度の墜落事故の原因が、いずれも制御システムの誤作動だったと認めた。客室内装は標準でボーイングスカイインテリアを採用する。荷棚は天井に設けられ、発光ダイオードを用いた照明となる。これは、 現行の 737NG シリーズ同様787の内装を踏襲したものである。737MAX の生産は、胴体はカンザス州ウィチタで、最終組み立てはワシントン州のボーイングレントン工場で行われる。飛行試験機は4機が製造される。737MAX8、飛行試験初号機機体記号 n 8 7 1九製造番号。 42,554ラインナンバー5600には2015年8月21日に最終組み立てが開始され12月8日にロールアウト2016年1月29日に初飛行した初飛行ではレントン工場に隣接するレントン市営空港を9時46分に離陸しシアトル上空を飛行後12時33分に キング郡国際空港へ着陸した。飛行時間は2時間47分、最高高度は2万5000フィート、最大の待機速度は250ノットだった。2期目の機体記号 N8702 リットル、製造番号36989、ラインナンバー5668は最終組み立ての完了から試験飛行までの期間短縮を図るため、 簡易塗装のデザインで白を基調にボーイングのコーポレートカラーのブルーを使った波線が描かれ薄くシルバー荒メで 737MX8 が胴体に塗装され飛行試験を実施する。ボーイングは2019年12月16日2度の墜落事故を起こした主力機 737MX の生産を2 0 20年1月に停止すると発表した。 と報道された。2020年5月27日、ボーイングは7 3 7クスの生産を再開したと発表した。ボーイング7 3 7クス7ユナイテッド航空の7 3 7クス q 2 0 1 6年に、なり7月の英国ファンボロー国際航空省で7 3 7クス7を発注した、米サウスウエスト航空とカウエストジェットの要望もあり、 7 3 7 m a x 7に以下の設計変更を行うことを発表した。これに伴い、最大離陸重量は737から700の15万5000ポンドから17万7000ポンドに引き上げられ、最大着陸重量は12万8000ポンドから14万5600ポンドに、無燃料重量は12万500ポンドから13万8700ポンドとなった。 後続距離は3350回りから565回り、伸びた3915回りとなり、ライバルである A319 ネオの3495回りを上回った。737MX8 a 型気発飛行中の 737MX9 a 出展、737MX a エアポートコンパチビリティブロシア、 エクセプトスペシフィックレファレンス2017年から引き渡しが開始されたものの運用開始直後に2件の墜落事故を立て続けに起こし合計で346人が犠牲となったその影響でボーイング 737MAX シリーズは2020年1月から生産を停止した2019年3月現在2014年5月20日に マックスシリーズの累計獲得受注機数2000機を達成2020年6月の時点で4559機の受注を獲得している。大口受注その他リース会社 LCC を中心に受注している。出展、ボーイング。ありがとうございます。